番組もそろそろお別れの時間です。今日はエンディングも小野村さんご一緒です。すいません、ご一緒させていただきます。ありがとうございます。このネタメマップ、はい、中野についてじっくりとお話を伺いましたが、小野村さんがいらっしゃるかもそういう地域の活動、はい、まあ、その名の通りかなり、その名の通りですね、推進していこうという、はい、その名の通り地域の活動を推進している感じになります。ね、なので、はい、まあまあ、その9月の本格指導でね、はい、ますます地域の活動が活性化していくでしょうし、はい、多分この番組制作とかをねする立場の人間も、はい、あ、こんなイベントあるんだ、取材に行こうとか、あの、いろんな、ね、ジャンルの方が活用するだろうなって、はい、そうですね、もうぜひ目に留めていただければなと思います、はい、ぜひまずはチェックチェックお願いしますさあ、そして明日水曜日ですが、週替わりのキーステーションということで、明日もここ中野区の中野ブロードウェイから菊池涼子さんがお伝えします。明日の放送予定ご覧の通りです。深掘りトークのコーナーでは、明日は特別企画として7月2日に閉館した中野サンプラザのさよならセレモニーをお届けします。明日もぜひご覧ください。小野村さん、最後までお付き合いありがとうございました。ありがとうございましたということで、今日のつながるニュースはこのあたりです。